第二次世界大戦時のポーランド海軍の嫌い不接艦グルイフルーマニアの嫌い不接艦、解剖艦、アミラルムルジェスク嫌い不接艦は嫌いを海中に不接するための海軍艦艇である。嫌い不接艦の大きさは非常に幅があり、ボートのような排水量数百トンの小さな艦もあれば、駆逐艦のような数千トンにある艦まであり多種多様である。搭載するライとは別に、 多くの機雷不接艦は、時間防衛用の兵装を搭載している。潜水艦も、機雷を不接でき、アメリカ海軍のアルゴノートは、そのような潜水艦の一例である。おそらく、歴史上最も有名な機雷不接艦は、第一次世界大戦中のガリポリの戦いで名を馳せた、オスマン帝国海軍のヌスレットである。年月日、ヌスレットがしたは、 イギリス海軍の戦艦イレジスティブルとオーシャン、並びにフランス海軍の戦艦ブーベを撃沈するという大戦果を挙げた。また、遡る1904年にはロシア海軍の機雷不接艦アムールが設置した機雷により日本海軍の戦艦初瀬とヤシマが撃沈されている。現代において大部分の海軍は専用の機雷不接艦を用いていない。機雷布石の必要がある場合、 例えば、アメリカ海軍は航空機を使用し、自衛隊は裏方総海母艦が不接艦を兼ねる。また、ロシア海軍では伝統的に多くの水上戦闘艦艇に機雷不接用機場を設けて、不接艦としての運用を可能にしている。今なお専用の機雷不接艦を所有する国は、機雷が有効な浅くて長い海岸線を持つ韓国、ノルウェー、スウェーデン、 フィンランドなどごく少数である。ありがとうございます。